どうも、ゆう、鈴木ゆめです。今日はこちら、この前100円ショップダイソーの購入品紹介をしたんですけど、そこでスコーンミックスっていうのを紹介したんですけど、今日はこちらを作ってみたいと思います。イエーイ、ゆうたほチャンネル。これと無塩バター 20g、 牛乳 30g、 30cc、 薄力粉、各打ち粉としてだそうです。でこちらスコーンの粉を入れますね。ボウルの中にバターも入れてあるので3分クッキング。なんかバレンタインが近いからお菓子作り動画やろうかなって思ったけど、今年はちょっとコロナもあるし、手作りのものはあげられないなって感じなので、自分のために作ります。これこんな感じで入れられたんですけど、じゃあビニール手袋がねあるはずだったんだけどね、なかったから、ちょっと今回はこの袋で入れます。牛乳 30cc 入れます。あ、はい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 。キッチンで取るのって難しい。いい方法見つけました。座ってやることです。はい、牛乳入れたので、なんかあんまり練らないようにひとまとめにします。練らないようにでしょう。さ、もうどうやってやらいいんだろうね。作るとさ、やっぱ無言になっちゃうね。なんか料理番組で話しながらやってる人とかいるじゃん。いるじゃん、たんたん。すごいよね。はい、どうも、たんです。慎重にこねてます。練っちゃいけないんだよね、あんまり。あ、そういう喋り方なんですか。あ、失礼いたしました。全部話さないタイプなんですか。あ、そんなことないですね。あ、そうなんだ。結局手でやってしまいました。あんまり練らないようにってどうやってやるんですかね。空気を入れないようにってことですか。ちょっとそれちょっと分かんないけど、分かんない。めっちゃいけないのに、なんで練ってるんですか。ねえ、すいません、ちゃんと喋ってもらっていいですか。はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、これを作るコツっていうのは何ですか。そうですね、まあ初めて作ったんですけど初めて作ったんですけども、まあ練らないことですね。練らないことですか。練ってますけど、はい、あれ、いなくなった、逃げた、逃げました。はい、できましたよ。台の上に打ち粉を敷き、その上に生地を乗せて厚さ3センチ程度の四角い形に整えます。はい、ということでこちらをね、四角い形にしてみたいと思います、はい。スコーンって知ってます。まずスコーン、あれだよね、なんかさ、クッキーじゃないけどクッキーみたいな、パンじゃないけどパンみたいな、なんか歯に挟まってあ、でもわかる。包丁で4個にカットします。包丁持ってきて、4等分でしょ。はい、4、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 はい、オッケー。オーブンシートを敷いた鉄板の上に並べ、200度に予熱したオーブンで15分焼きます。3つですね。こんな感じです。イエーイ、待ちたいと思います。こんな感じで膨らんでいます。あと38秒です。めっちゃ楽しみ。はい、どうぞ。取り出しますね。おー、すごい。形はいいんだけどさ、ちょっと色薄い気がするから、もうちょっとやっていい？うん、うん、うん、声高いよ。なんかメロンパンみたい。めっちゃいい匂いすんじゃん。あら、まあ大変。メロンパンみたい。あと1分半ぐらいやりたいと思います。はい、ということで完成しました。私は牛乳を登場させる。待って、お姉ちゃん写真撮るの。こっから撮ったら、なんかさ、インスタのね、あ、これめっちゃめっちゃ良くない、これ。だから僕から見たのね。まあね、指が映った。お姉ちゃんの方だとさ、僕から。もういいから、分かった、ありがとう。こだわりどうもありがとう。あ、こんな感じです。めっちゃ良くない。いただきます。いただきます。食べ食べて。じゃあいただきます。うん、おいしい。え、サクサク、
キンに出てるコーン。でも中さ柔らかい。スコーンです。これ100円だよ。バターとか牛乳とかもあれだけど、スコーンミックスは100円で買えたので。うまっ。うまっ。あ、私本当にスコーンが大好きなんですよ。あったら買っちゃう。コンビニとかでもぐらい好きなんですけど、こうやって自分で作れるのが楽しいから。いいですね。ダイソーの粉ですね、はい、本当おすすめです。おすすめします。まだ食べてますこれ。まあね、スコーンというものは食べづらいです。それはしょうがないです。それを理解して美味しいと思える人が好きがだけ食べればいいと思います。はい、ということで今回スコーン作りました。もうなんかすごい一人が。それではせーの、毎度ありバイバーイ。